ニセクロハツは、ベニタケモクベニタケカベニタケ属クロハツ説の毒キノコ。主に夏、富山県から愛知県伊勢のシーバヤシなどの地上に発生する。傘は、肺褐色で、スウェード状の質感があり、成長すると中央がくぼんで、浅いロート状になる。ヒダは、クリーム色で、傷つくか老成すると薄く赤変する。柄はほぼ傘と同色。 日本以外では東アジアに分布する。アメリカ合衆国南東部でも報告されていたが、その後別種と判明して、R キャンサリリコラと命名された。偽黒発は小実体に傷をつけると赤変したままであるが、類似種の黒発は傷つくと赤変後、しばらくすると黒変するので区別できる。ただし、毒を持たない未知の類似種の存在が複数確認されており、 遺伝子解析により5型が確認された。ニセクロ発による中毒事故は1954年に京都市で初めて報告され、以降1958年から2007年にかけて、愛知県、富山県、大阪府、宮崎県で6県15人が中毒し、うち7人が死亡している。2018年には三重県の男性が死亡している。中国では南部で 中毒事故が多発しており、1994年から2012年までに発生したキノコ中毒患者852人のうち4分の1を占め、死亡率は20%以上に上った。ニセクロ発の毒成分2、シクロプロペンカルボン酸猛毒で、致死量は2から3本とも言われる。潜伏期は数分から24時間。嘔吐、下痢など消化器系症状の後、 宿道、呼吸困難、言語障害、黄門筋ゆう解消に伴う筋肉の痛み、多臓器不全、血尿を停止重篤な場合は、腎不全を経て死亡する。主な治療法は、微洗浄、利尿薬投与、人工透析。毒成分は2008年に、京都産の個体から分離された、シクロプロペン誘導体の2、シクロプロペンカルボン酸が、骨格筋の組織を溶解し、 その妖怪物が、臓器に障害を与えることが判明した。2008年の解明以前は、ルスフェリン類が、毒性物質と考えられていたがマウスに対し、毒性を示さず否定された。なお、上記のルスフェリン類とサンヒドロキシバイキアインは、宮城県で採取された、ニセクロハツ類自種からのみ検出されており、京都府で採取した真のニセクロハツからは、 シクロプロピルアセチルカルニチンが発見されている。この物質は真のニセクロ発とルイジシュとを見分ける指標になると見られている。ありがとうございます。